キチャンネル、ハッピーニューイヤー。イエイ。1月2日、はい、ね、まあ、1月2日ということで、はい、元旦ということでね。元旦、はい、元旦って何ですか。去年話したじゃないですか、1年前に。皆さんね、もしあのもう一回見たい人は1年前のやつ見てください。去年の準予想の動画ですか。さあ、ということで、はい、今日は1月2日ということでね、昨日セリーグ、はい、日本一早い準予想しましたけども、はい、今日はパリーグということでね、はい、今年の日本一早いパリーグ準予想、はい、もう決まりましたか。そんなことかやめてください。ちょっとね、まだ悩んでるんですよ、これがどうしようって。いや、別に悩まなくてもいいじゃないですか、そんって。じゃあ、はい、最下位から、はい、せーの、日本ハム、ソフトバンク、最下位、わおでも分かんない、もう何パリーグ分かんないよ。パリーグしか分かんないよ、逆に。パリーグ TV のめっちゃ仕事してるのに。やってんだけど、うん、ソフトバンク最下位ですか。ちょっとしてみました。まだわかんないから。どうして。こうちょっと前までのものすごい勢いがあったソフトバンクっていうのを、うん、なんとなく最近ちょっと感じてないわけですよ、うん、やっぱりマッチとか柳田選手とかもちょっと年齢が上になってきてますし、うんうん、なんとなくこう、あ、この人、じゃあこの人たちがいる山本由伸みたいな。でも柳田も去年ホームラン争いしてたよ。そりゃそうですよ、そりゃそうなんですけど、年齢がちょっとこう高くなってきて。あのジャパンの栗原、まあ、そうですよね。千賀、怪我してんのに10勝。いや、いるんですよ、いるんだけど。で、毎回リチャード、はい、出てきましたね、はい、毎年シュート、めちゃくちゃ怪我人いるじゃないですか。今年だけじゃ怪我人いないで全部揃うってありますって思っちゃうんですよ、うん、じゃあもう怪我人ばっかりしてるチームは最下位じゃんって。なんでそうやって悪い風に言うの。こうなんとなく上から並べてったんです、はあ、そしたら上からソフトバンク忘れてソフトバンク、そう、あれどこに入れたらいいんだろうってなっちゃって、うん、でも最下位ちょっとあのないじゃん。だってソフトバンク最下位って今まで全然、うん、だからまだ日本一早い順予想だし、うん、ちょっとソフトバンク最下位って言ってみようみたいな感じです、うん。まあ、俺はね、はい、もう最下位日本ハムなんで、はい、監督が変わっても、うん、はい、まあ、選手がね、うん、もう格段に成長していかないとっていうところはあるんで、はい、うん、まあでも最下位かなっていうね、普通に考えて、はい、まあ、外国人補強とかもね、いろいろやらなきゃいけないし、しかも優勝目指してないからね。まあそうですよね、そうそう、言ってましたね、うん、9月ぐらいになって初めて、うん、あの順位見て目指すかどうか決めるって言ってたから、はい、うん、まあでもまあ客観的に見ても、うん、でもベテランほぼいないしね。そうですね、うん、まあ、若いチームになりそうですよね。そうそう、っていうんで、うん、浅間高浜とか野村とか、うんうんうん、そういったところの、まあ、守備面も含めてまだまだやるべきこといっぱいあるから、はい、うん、それがちょっとやそっとで去年のヤクルトみたいにガーンっていきそうな感じはしないんで、うん、最下位ですね。はい、はい、わかりました、はい、じゃあ5位。5位、せーの、ソフトバンク。これまた逆ですね。本当ね、はい、ですね。ファイターズ、ファイターズ、やっぱビッグボス来ても、やっぱビッグボス来ば、でも私はいろんな試合でビッグボスマジックっていうのは見られるんじゃないかと思ってるんです。うわ、こういう作戦やってくるんだみたいな、作戦大事にするっておっしゃってるじゃないですか、うんうんうん、だからそういうところでなんかこう面白い試合をして、うん、勝つ試合っていうのがちょっと増えるんじゃないかなと思って、うん、と思って5位だろ、うん、はい、一緒だね、順位、はい、あの戦力的にはちょっと野手を見てもピッチャーを見てもまだまだ若いなっていう、で実績ある選手もちょっと出したりとかしてるじゃないですか、うんうんうん、なのでこっから育てていくチームなんだろうな。でもビッグボスのマジックでちょっと上に行くんじゃないかなっていうところで5位です。まあ俺はソフトバンク5位だね。はい、どうしてですか。あれさっき言ってたじゃないですか、誰いる誰いる誰いるって言って、うん、そんだけしかいないから。はい、そうです。いや、もうなちょっとね、うんうん、厳しいかなっていうね。あのまあ、マッチの貢献もリチャードもいいんだけど、どこまでできるか不透明だし、はい、もう今宮も怪我勝ちだし、うん、全体的にガチって座るのがでも回抜けたら終わりだし、はい、で柳田でしょ。まあちょっとなかなか全体的に厳しくなってきて、ちょっと一回フルモデルチェンジしなきゃいけないんちゃうかっていうね、うん、藤本監督に代わって、はい、でまあ外国人のね補強、あのレイをもう一回再契約するっていう話もあるし、はい、だからそこら辺の、まあ、情報も外国人もどうなるか分かんないですけど、うん、ちょっと5位いっちゃうんちゃうかっていうね。ああ、そうですか。はい、うん、なんかちょっとあれですね、んセリーグと同じで5位6位が逆パターンですね。そうだね、打ち合わせもしてないのにね。そうですね、うん、全く教えてくれないんですよ。で私が上位にしようとする球団、これを1位にしようかここにしようかなとか言ってる、うん、でもなんかそこは人がいないよとか、なんかいろいろとなんか試してくるんですよ。教えてくれないし。じゃあ4位。ちょっと待って、どうしよっかな。せーの、楽天。あ一緒じゃん、一緒じゃん、楽天。気持ちは、あ、あれ4位、気持ちは1位、気持ちは1位なんです、うん、本当に。でもなんとなく今もう余裕で1位だってなんとなくこう言えない自分がいるんですよ、うんうん、ピッチャーもね、
高年齢化してるから、棋士来年38歳だからね、で涌井36、去年ちょっとこう途中抜けたところもあって、はい、でも今年も頑張ってくれるって、もちろん棋士投手も涌井投手も思うし、マー君ももう今年こそやるって私思ってるんですよ、で則本32歳、はい、早川投手もまだまだここから、でももうワンランクぐらい成長していかないとね。そうですね、だこのベテランの投手たちが全員が全員ローテーション守れるかって言ったら、まあ、そこにはちょっと不安要素はあるんですけど、あと外国人だね、そこなんですよ、本当にそうなんですよ、ちょっと浅村もね、ちょっと去年は全体的に調子がね、まあ、浅村としては少なかったし、はい、あと鈴木大地もね、もう33歳になっていくし、ちょっと年齢が高くなってきます、でもこう若い選手もすごい出てきてるんですよ、だからあと外国人どこまでハマるかだね。そうだ、やっぱり外国人の力、優勝した時もやっぱり外国人が年間通してガッてハマってたので、そういう力もやっぱ頼りたいなとは思うんですよね、でもまあ4位だね、あと俺いつも言われるんだけど、はい、その時は楽天が好きじゃないって、俺どこの球団も好きとか嫌いとかないんだけどね、そもそも嫌いになるほど、そんな別に深入りしてない、ね、してない、私は楽天好きですよ、でもまあね、客観的に見てね、客観的に見て現段階では、ね、ここからでも誰を獲得したとかいっぱい出てくると思うので、そう、まあ、仕方ない仕方ない、はい、ね、それはもう楽天の気持ちは1位です、うん、そう、はい、それは仕方ない、みんな持てる、そうですね、気持ちはみんな1位よ、さあじゃあ3位、はい、いきますよ、はい、せーの、西武、おい、ちょっと1、2、3、4一緒とかないですか、やばいねこれね、はい、でもまあ西武は、はい、昨年最下位だったけど、ちょっと前半の外崎山川のちょっと怪我も痛かったし、まあでも怪我したことによってウネンティンとかアイトとかそういった選手で、若林も良かったけどちょっと膝やっちゃって、で岸とか、まあそう若い選手たちがまあ練習として今年に向けて去年練習できたのは非常に大きいと思うし、でピッチャーのね隅田佐藤っていうあの左の2人がまあどこまで頑張れるかによってもまあ変わってくるし、あと外国人がほぼ全員戦力外だったから、新しい外国人が一気に変わってくるから、その選手たちの頑張りもハマれば一気に A クラスはあるんちゃうかっていうね、私は西武と楽天をめちゃくちゃ迷ったんです、なんか戦力的にはなんか現段階で楽天の方がいいんじゃないかなと思いつつも、その隅田君とか、そういうところの1位2位がやっぱり即戦力って選手取ってるので、ガーッといったら分かんないですよね本当に、そう、だからそこら辺はちょっと面白いんちゃうかなと思ってね、私やっぱ打線もこう同じようには繰り返せないですよね、きっと、だからまあちょっと怪我しちゃうとね、全体的には戦力がダウンしちゃうんで、あと渡辺とかね、おかわり君の代わりに2軍でもタイトル取ってるんで、まあそこがうまくはまればね、ちょっと面白いかなっていうね、はい、じゃあ1位2位、じゃあ1位から、せーの、ロッテ2連覇ですか、2連覇、いやもう3度目の正直で2位来て、だからまああのマーティン、レアード、でロベロの残留も、あの決まったし、まあそこはやっぱ大きいね、そうですね、で佐々木朗希がまあ怪我なく今年こそ、あのローテーションを外れないで中6日で回れればね、またなんかこう感覚を上げたりとか怪我したりしたらかなりのマイナスポイントになるけども、でもまあうまくはまればね3度目の正直でいけるんちゃうかっていう、いけるんちゃうかっていうか行かなきゃいけないね、あそうですね、2連覇ですかオリックス、2連覇です、やっぱここまで来て戦力的にこうすごい安定してるなっていう、だからローテーションもこの最後の様子見てるともうほぼほぼ若い人たちでも固まったじゃないですか、山本、宮城、田島、山崎みたいな、もうなんかそこであれ安心感みたいな、まあもちろん怪我とか分かんないですよ、でもそこが固まって、で打線も外国人いなくてもなんか打てる人たちがいるじゃないですか、でも外国人取ってくるからね、はい、でそれがまだ厚いますからね、でちょっと後ろが不安なんだけど、ああまあそうですか、まあそこはまあ多分外国人取ってきて、あとはあの向野木のドラフト1位が、そう、まあ、思い切って守護神でもいいんちゃうかって思うけども、そこはまあどうなるのかっていう、ところはあるから、でもあのセリーグの時、あの2連覇はなかなかないし面白くないとかって言いながらパリーグ2連覇にしてるやん、いやなんかこう思ったんですけど、やっぱこうパリーグの戦力見た時にあれなんか2連覇いけちゃう戦力なんじゃないのみたいなちょっと思っちゃったんですよ、いやもうヤクルトファン怒ってんで、じゃあそのセリーグはどうなんやっつって、いやまあ私はなんか阪神が優勝するとこちょっと直に見てみたいところもあるんですよ、トラドシだし、トラドシだし、トラドシだし、はい、そこらしたけど、で2位がロッテですか、2位ロッテです、いやロッテもやっぱり毎年総合力みんなで頑張ってわっていくような力、この力はもうちょっと上げてほしいよね、そ
そこが上がらないところが日本代表が一人もいないところなんだよね、うん、そういったところでもまあ外国人がねそのまま残ったっていうのは非常に大きいんでね、うん、そうですね、いやそこはね、うん、思い切ってまあ俺はオリックスが下がったっていうか、はい、まあ、ロッテがやっぱり3度目の正直いけるんちゃうかっていうところで、はい、ロッテに1位と開幕前に変えるかもわかんないですけども、この1月2日時点ではこれだね。そうですね、うんうん、まだ本当直前になったらキャンプでこの外国人がすごいとかなるかもしれないですし、ね、うん、あとあのいきなりね、うん、レアード・マーティンが今季絶望とかになったら、はい、もう一気に6位になるからね現段階もう今の全員怪我してないからね、はい、あのシーズン前になると、うん、怪我していなくなるやつが本当出てくるからね、はい、この主力選手がみたいな、しかも今さっきのトミー・ジョーみたいな、うんうん、今季前半戦絶望みたいな、はい、とかもあったり、来日しないのみたいなのもね、はい、ある可能性もあるんで、うん、まあ、そういったところでは変わるけど、まあ、戦力がねいると仮定しながらの里崎はロッテ、オリックス、西武、楽天、ソフトバンク、日本ハム、はい、私はオリックス、ロッテ、西武、楽天、日本ハム、ソフトバンク、おー、はい、袴田さんあれちゃう、はい、日本史上初ちゃう、今年ソフトバンク再開予想するの、まあどうなるか分かんないけど、そう、まだこう、まあまあね、そうそうそう、だってあのなんでヤクルト俺去年再開予想してても優勝日本一になってたから、そうですよね、そうそうそう、そう逆にだってよ、俺の予想なんて当たんないんだから、そう、無益になることじゃないんだよそうそうそう、ね、そう、逆にラッキーみたいなね、うん、感じで思っとかなきゃ、はい、そう、コメント欄でなんでここが再開なんだよとか言ってもちょっとね、うん、そんな言われても困るしね、はい、うん、そうやって思っちゃってるからね、そう、私あ、皆さんのね順位予想も書いてもらいたいですね、はい、コメント欄にね、うん、ぜひそちらも、はい、お願いします、はい、ということでね、うん、今年はね3度目の正直のロッテ、うん、リーグ優勝なるか、今は楽天4位にしましたが、始まる前までに1位になれる戦略整えてください。ダメダメ、そんな締めオリックスのこと言わなきゃなんで、なんで言い訳して誰に言い訳してんの誰にじゃない私の今の本心、セリーグの時は俺が DeNA で虎年の阪神って言って、はい、俺が今1位のロッテだから1位のオリックスのコメントで言わなきゃいけないのに、いやと思ったけど、やっぱり、うん、誰に言い訳してんの、楽天頑張ってって言ってるんですよいやオリックス、ここ最後の試合は1位のコメントだから、1位のコメントで今私はまあ順位予想当てたいっていうか、まあまあまた変動を願ってぐらいなんですよ。でもこう流れ的にはやっぱ1位はなきゃ、昨日の動画と一緒にしないといけないなんていうルールはないですよ。言えないの、うん、オリックスを頑張れって言えないの、オリックス、まあどのチーム頑張ってほしいですけど、まあやっぱ気持ちとしては楽天頑張ってほしいじゃないですか。ありがとうございました。